こんにちは。こんにちは。あ、どうも。今日は向かってますね。そうなんです。ずっと去年ぐらいからかな。うん、あの車が欲しくて、うん、トーナメント優勝したら、ある程度お金入ってくるので、うん、新しい車買おうかと思ってて、いろいろ調べててですね。ボルボがすごいこう調べてて、あ、かっこいいなこれと思ってですね。うん、まあもう優勝してから半年経っちゃったんですけど、うん、いよいよ意を決してというか、今日ちょっと見に行きたいなと思いまして、いろいろ僕の中で決まってるんですよね、うん、シートの色もちょっとこだわりがあってとか、いろいろこう考えてるんで、まあ、そこもちょっとこう尋ねてみて、新車で買いたいなと思ってるんで、なんか新車1年待ちとか言うじゃないですか、はいはいはい、だそこもどうなのかなと思って、今すごいドキドキしてるんですけど、でも常々言ってますもんね、はい、後輩にこう夢を与えたいと。そうですね、傷だらけの経営者ね、はいはいはい、ライジンでトーナメントを制しても傷だらけの経過と、はい、さすがにそれはね後輩の夢にもつながらないなと思って、はいはいはい、おっ、大久保さん優勝してすげえなの、車買えたよってやっぱ思うしたいなと思って、はいはいはい、それも僕の役目なのかなと、うん、だそこも含めて購入に踏み切ったというところですかね。はい、そこも含めてですね、はいはいはい、後輩に夢を持たせるためにっていう意味も含めて、はいはいはい、来ましたね。来ちゃいましたよ。来ました、いよいよ。ちょっと一瞬見てください、こちら並んでおります。じゃあ行ってみますか。行っちゃいますか。早速行ってみます。はい、すごいな。すごっ。あ、こんにちは。はい、温度ですかね。はい、しっかりされてますね。はい、ありがとうございます。オレンジジュース。オレンジジュース。はい。かしこまりました。少々お待ちください。よろしくお願いします。潜入しちゃいましたね。来ましたね。いよいよ。XC60 と見たいなと思ったんですけど、はい。近々ご購入を検討されていらっしゃる。はい。ちょっと検討しております。はい。ありがとうございます。はい。では、早速ではございますが、はい、自社で。あ、本当ですか。ご案内をさせていただきます。ちょっと見させていただきます。はい、大丈夫でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。こちらが XC60 でございます。これですね。これか。はい。これを狙ってるわけですね。ちょっと狙ってます。どうぞ、運転席に座ってみてください。あ、本当ですか。大丈夫でございます。ちょっとじゃあ、椅子に座ってみて。あ、すいません。ありがとうございます。うわぁ。実物見るの初めてですか。初めてです、ね、おお、どうですか、座った感じ。結構でかいですね。そうですね、60、はい、かなりでかいな。今ホルモの中では1、2を争う人気車種。あ、やっぱそうなんですね。やっぱ SUV 今人気ですか。 SUV が人気でございます、ね、うーん、すごいな。高級感がすごいな。高級感半端じゃないです、ね、木目調なんですね、それは。はい、すごいいいんですけど大きい気がしますね。なんとなく。あっちも乗ってみてもいいですか。大丈夫です。前の方も。音が。音が。音の高級感が。色は何色を狙ってるんですか。白です。あ、白。はい。まさに。まさにこれ。はい。
すごいな。60よりなんかのなんて言えばいいんだろう、乗りやすいですね。40すごいいいです。いいですか。なんかすごい運転しやすそうな感じが。あ、これ試乗はできるんですか。試乗車ご用意しております。お、本当ですか。え、60も40もあるんですか。両方ございます。乗り比べてみてはいかがでしょうか。いいですね。マジっすか。乗っちゃいます。今日行っちゃいます。試乗お願いしてもいいですか。かしこまりました。マジっすか。はい、こちらが試乗車でございます。すごいです。すごい。 XC40 のプラグインハイブリッドモデル。プラグインすごいですね。でかいですね、やっぱり。そうですね、ちょっと幅が少しワイドになってます。40でこの大きさですか。そうですね、かなり大きいな。外で見るとやっぱでかく見えます。便利機能をご紹介させていただければと思うんですけれども、はい、後ろのですね、トランクゲート、トランクゲート、はい、これは電動になりますので。え、はい、ちょっとご案内させていただきます。はい、鍵をお持ちの状態であれば、はい、キックアクションですね。キックアクション、はい、キックアクションによって開閉することになります。え、はい、え、どこ。ちょっと私にやってみますので、はいはい、ちょうどこの辺りを目がけて、まあ、ローキックをする。おお、はい、この辺りです、ね、おお、すごっ。じゃあこれ手に荷物持ってても開けられるよっていうことですよね。さようなら。あの両手が塞がっていてもお荷物を持った状態で、開けることも閉めることもできる。そういう、え、閉めることもできる。閉めることもできる。すごっ、はい、ちょっとやってみてもらっていいですか。じゃあ、え、いいですか。あ、すいません、いただいて。はい、ちょっとこういう感じですか。おお、すごっ、すごい。ここら辺か。おお、これはすごい。こちらの XC40 最大の特徴ともいえるこのタッチパネル、あ、これ全てタッチパネルなんです。はい、例えば、このように、フルスクリーンにしていただくと、こうタッチで地図がすごっ、指で拡大縮小もできます。すごっ。タブレット、スマートフォン感覚で、操作することができます。本当そうっすね。でこちらがホームボタン。ホームボタン、はい、ホームボタン。エアコンですね。エアコンも、こちらで指で、うわ、うわ、すげえ、すごい。まして、まあ、左右助手席側、運転席側それぞれ調整していただくと、あとはですね、このカメラというボタン、はい、このカメラというボタンを触っていただくと、このように今、まあ、上から見たような、どういう仕組みなんですか、ね、上から見て。お、本当だ、ドア開いてる。仕組みはですね、車体の前後左右に合計4つのカメラがついておりまして、そのカメラを合成して、はい、デジタル処理をしてこのような画像にしています。例えばこう触っていただくとですね、4つカメラのマークが出てくるんですけれども、はい、フロントカメラのところをタップしていただくと、お、これ前方です。すごい、はい、これ180度、はい、左右見通しの悪い、狭い道ですとか、そういったあの状況の際にこのカメラを表示していただくと事前に確認することができます。すごいですね。あとはこちらにですね、置くだけ充電、はい、対応のスマートフォンであればここに置いていただくだけで、あ、本当だ、はい、充電が、マジで始まってる、充電することができます。すげえ、いいんですよね。こちらはあのクリスタルガラスで、職人様が一つ一つ手作りで、ハンドメイドであの制作しているスウェーデン製です。本物だそうです。すげえ、これがいいんですよね。僕ちなみにあれですよね、ボルボのこの座席っていうのは、はい、お医者さん、お医者様、あの、うん、整形外科医のお医者様が開発チーム、はい、必ずシートを開発する際には、整形外科のお医者様をその開発チームに入れて設計していますので、あの長距離運転ですとか非常に疲れにくい設計になっております。すごくないですか。すごいです。腰痛もなんか良くなるっていう噂を聞いたりもします。あ、はい、すごい。もう一点ありました、はい、サンルーフ、あ、こちらはですね、あのこちらも標準装備、これは気持ちいいですよ。どうしても僕もサンルーフつけたくて、
あ、サンルーフがまた広いですね、これ。外にいるみたいだな。そうですね。しっかり UV カットが入っております、ね。これも開くんですよ。あ、開きます。天気もいいので、開けて走りますか。あれ？あれ？あ、すごい。すごい。見てください、これ。虫が入ったように。本当だ。そうですか。これはバグガードと言いまして、はい、室内にこう虫が入ってきたんですよ。すごい。防ぐために。これは楽しみだ。ここまで違いますか、僕が今乗ってるのと。これ一回乗ったらもう他の車乗れません。乗れないですね、これ。やば。じゃあ行ってみたいと思います。行きますか。はい、ありがとうございます。では行ってみたいと思います、はい、いいでしょうか。よろしくお願いします。行きます。はい。あ、すごい滑らかだな、すごく。やっぱりやりませんでしたね、ウインカー。間違えませんでした。大丈夫でした。左。はい、はい、ごめんなさい、ちょっとあの緊張してるので口数少ない。いや、運転集中してください。道路は私のご案内します。あ、ありがとうございます。ハンドルもなんか軽いです。軽いというか操作しやすいです。非常にハンドル滑らか。そうなんで恥ずかしいんです。あ、いい。おお、内輪気をつけて、はい、どうですか、大きさは感じますか。少しやっぱり大きく感じますけど。でもそこまででもないですか。はい、そこまでじゃないですね。前がそんなに長く感じないですね。いいですね。すごい。あ、でもこれ難しいな、慣れるまで。ぶつかりました今。あ、いや大丈夫です。あ、大丈夫ですか。危ねえ。しっかりよと。あの、輪止めがありますので。ああ、大丈夫でございます。はい。で、Pのボタンを押していただきます。おお。ちょっと駐車が。はい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 。まあ、すぐ慣れると。練習の必要があります。はい。いや、最高ですね、これは。買っちゃおうかな。ありがとうございます。買っちゃいます。買っちゃおうかな、もう。本当ですか。これ、決めちゃおうかな。ええー。いや、もうだって、悪いとこ一個もなくないですか。ないですね、一個も。じゃあ、俺ちょっと、決めちゃおうかな。XC40 に。XC40 に。ちょっと、はい。もうこれ買っちゃいます。いいですか、黒森さん。行っちゃいましょう。行っちゃいます。はい。ありがとうございます。じゃあご成功ということで。よろしくお願いします。いいんですか、本当に。いや、もう決めました。乗ってみてもう決めました。そんな即決するもんですか。大丈夫です、大丈夫です。はい、行っちゃおうかなと。本当に。はい。いくらぐらいかかるのかちょっと聞いてみて。ああ、いろいろ。あとちょっとこう自分の希望の、うん、こうシートの色とかそういうのもあるかどうかもちょっとお伝えして。でもあったらもう行っちゃいます。確認なんですが、はい、外装の色、はい、こちらの白のパール。そうですね、はい、完全に、こちらですね。こちらサンプルになります、はい。シートのお色が、あ、これです。はい、こちらで、はい、ちょっとお探しさせていただきまして、はい、今ですね、あの在庫としてご提供できるあの車が全国で1台だけあるんですか。ありました。そんな話あります。そんなことありますか。マジですか。本当に1台ですか。本当に1台しかなかったです。あったんですね。はい、いきますか。これだって運命ですよね。運命ですね、これは。普通ここでなかったですみたいな感じになりますから、ね、じゃあでもここは一歩踏み出すというか、勢い大事なので。かわしていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。では契約書を作り出しますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。
すごいスピード感ですね。ですね。はい。トントン拍子ってこのことですね。じゃあよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。では失礼いたします。どうす。来ましたね。急にちょっとビビり始めたんですけど大丈夫ですか。心臓バクバク。ちょっとバクバクしたんです。いやでもね、これぐらいいいと思います。大丈夫かな。いやでもやっぱり後輩に夢を与えるって。新車で、これも僕の務めなので、はい、ここはもうしっかりやっていきたいなと思います。はい。はい、さあ、いやー、来ましたね。来ましたよ。この日が納車日ですよ。とうとう来ましたね。いやーやばいですね。さっきまで凄まじい雨だったんですけど、はい、晴れてくれてね。めちゃくちゃ晴れましたよ。天も味方してくれてます。いやなんか氷が降るって言ってたんで、はい、氷ってボコボコになるんじゃないかなって怖かったですまあ動画としては面白いですけど納車日に氷が降られて降られてボコボコになるいややばい、もう待ってんのか俺のボルボ。待ってますよ。楽しみですか。めちゃくちゃ楽しみですね。はい、でまずはあのウェルカムドリンクをご用意してますので、ちょっと乾杯していただいて。本当ですか。はい。御納車おめでとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。全然違う。美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。着々と納車まで、納車まで近づいてきてですね。もう今も保険も入りましたので、はい、ですのでもう盗まれても大丈夫それは心強いですね。はい、万が一の保険ですから。盗みそうな見た目してますけど大丈夫です。いやいやいや、私そういう大丈夫ですね。あ、本当ですね。いや楽しみですね。すごいなんか後ろにありますね。ワクワクしてます。はい、ワクワクしてます。本当にワクワクしてます。帰りね、みんなでドライブして帰りますから。はい。しがいましょう。楽しみだな。よろしくお願いします。来ました。これですね。これが私の。本当ですか。これが私の、いいですか、見ても。やばいっすね。マジで。これが俺のものなのか。こんなこと言う人いないっす。すいません。いやすごいな。どうですか、実感湧きますか。いやあんまりまだ湧いてないですけど、なんかすごいなと思って。ですよ。去年だって絶対ボルボ買おうと思って、だから本当に買っちゃったってすごくないですか。確かに優勝して。この度は誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのこれちょっとあの今後のですね、あの都会のちょっと素敵な未来でですね、あとボルボの安全をちょっと記念しまして、お店からお金を送らせていただきたいと思います。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。オリジナルワイン。すごい。XC40。ありがとうございます。すごい。あの以上でございますので、はい、今後ともまたどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。山本さん、最後何か宣伝とか何かございますか。宣伝、はい、何かあれば。この度は大江久保様、誠にありがとうございました。ありがとうございます。あの皆さんもぜひゴルボか柏の葉、よろしくお願いいたします。ホームページございますよね。ございます。じゃあ概要欄の概要欄に貼らせていただきます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
乗りますか。行きたいと思います。はい、ありがとうございます。すごいみんな見てる、はい、行きますよ。はい、あれちょっと待ってください。あ、来た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 。大丈夫、怖っ。ありがとうございます、ありがとうございます、すごい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。すごっ、後ろ、うん、どうですか、見送りがすごいです。お、なんだこの音、今の音なんですか。あ、なんかそこに入れたやつじゃない。あ、びっくりした。どうですか、京子さん、こっち行ってみようかな。ワイパーが慣れませんね、怖いですね。そっか、逆なんですよね。ふわすごっ、700万か。いいです、本当に家ですよ、家です。どうですか乗り心地は。すごくいいです。すごくいいですか。なんかこう安定性がすごいですね、この車体の。うわ、でもなんかここが怖えな、全然なんか違う、あの時と、あの時、あの前の車と違う。あ、でも10分も乗れば多分慣れますか。めちゃくちゃ静かだ。めっちゃ静かじゃない、怖っ。危ねそんなとこですか、葵ちゃん。どうですか皆さん、ボルボすごく乗りやすくて僕はいいなと思ってですね、うん、去年のお津賀戦終わったぐらい、うん、ぐらいからなんかこう新車欲しい、優勝したら外車というか買おうって言ってて、でそこでボルボ欲しいなって言ってたんですよ、うん、でそれで優勝できて、こうやってボルボ乗ることができてですね、しかも新車に、本当に感謝というか頑張ってよかったなと思いますし、こう応援してくれてるファンのおかげ、ファンの皆さんのねおかげでもありますし、支えてくれる、方たちのおかげでもあります。もう全ての方に感謝したいとそう思っております、はいはい、では皆様ありがとうございました。ありがとうございました。